アイテム番号、SCP-1974、オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1974 はサイト、242で標準的な低価値アイテム保管庫に収容します。すべての D クラス職員及び研究者は、SCP-1974 に割り当てられている研究者もしくは上級研究員からの許可を得て、SCP-1974 のインタビューや実験を実施することができます。説明。SCP-1974 は容量 148.2L の独立型セラミック浴槽であり、1930年代から1960年代の半ばまでアメリカ合衆国で販売されていた典型的な型です。SCP-1974 内部の水に添加された物質は、未知の手段によって排出もしくはろ過されます。排水した場合、SCP-1974 は排水されるのと等しい速度で再充填を開始し、常に 124L の容量を維持します。SCP-1974 内部の水と接触した人物には、即座に2つの声が聞こえ始めます。一方の声、以下 SCP-1974-1 と指定、は年齢およそ85歳のアメリカ人男性のものとして述べられます。もう一方の声、以下 SCP-1974-2 と指定、は、1と同程度の年齢とおぼしき、強いロシア訛りのある男性の声です。前者は SCP-1974 を、後者は SCP-1974 に充填されている水を自称します。SCP-1974-1 と SCP-1974-2 はお互いを嫌っているように思われ、常に議論していると述べられています。SCP-1974-1 と SCP-1974-2 の議論の内容は、資本主義、共産主義、及びアメリカ合衆国、ソビエト連邦、中華人民共和国の歴史的状況と現状に関するものです。オーディオログ、1974-1。SCP-1974 の起源を確認する試みの一環として、ハル博士が SCP-1974-1 および2にインタビューを実施した。ハル博士、こんにちは、今日は君たちにちょっとした質。SCP-1974-1、いや、キューバのミサイル危機が解決されんかったら、ロシアが勝つことなんぞありえんかったぞ。お前さんもロシア式でなくアメリカ式の教育を受けておったら、そういう発言をしない程度には十分賢くなれたろうに。SCP-1974-2。ほう、そうか、アメリカの教育システムはソ連よりもそんなに良いもんじゃったかのう。統計を見てみろ。科学ではわしの祖国の子供らの方が優秀なんじゃぞ。わしらが貴様ら利己主義者との戦いに勝つことができたかもしれんということをよく噛み締めとけ。実際、逆式ソ連っ子たちと中国のごとき味方がいるっちゅうのに、共産主義者が優位政党になれんかったのはどういうことなんじゃ？春博士、君たちの起源に関する質問がしたいのだ。よければそれに答えてもら。SCP-1974-1。それはな、共産主義はネジのぶっ飛んだキャベツ頭のドイツ人が考えたもんだからじゃよ。お前さんがわしと同じぐらいリッチになれたとして、そういう時に誰がわざわざ分け合おうなどと思う？SCP-1974-2。中国人民は全くいて幸福じゃったわい。それに、貴様も見たじゃろうが、中国の子供らも合衆国より優秀じゃし、経済はより豊かで、軍備はより強大じゃ。アメリカも鏡に映った自分の筋肉に見とれるのを止めれば、中国の差し迫った共産侵略を防ごうと試みることはできようものを。それもまあ問題にはならんがな、貴様らはどのみち叩き潰せされる。共産主義は復活を運命づけられとるぞ。SCP-1974-1。は、お前さんにできるのは希望だけじゃなあ。お前さんが死ぬことなくしてわしの元を離れられんように、共産主義が資本主義から逃れることなど決してできはせんぞ。アメリカは永遠じゃ、これをどう思う、コミー？ハル博士、君たちがこのような状態になったのは誰のせいだ？ SCP-1974-2。わしらがここにいる理由を忘れとやせんか、浴槽坊や強大にして堅地なるアメリカが、ソ連の捕虜を浴槽に溜まった水に変えてやろうと思ったのが始まりじゃったな。その後、貴様はこう思った。自分が浴槽になることができたらどうなるだろうか、それでどうなったか、貴様はやってのけたな。そして今やわしらはここに閉じ込められとるんじゃ、クソめが。SCP-1974-1。たかが水の分際で、意識を獲得してからますますバカ丸出しのことをほざきおって。
SCP-1974-2 自己主義の石頭目。 SCP-1974-1 ソビエトの蛮族が。 SCP-1974-2 白人至上主義者。 SCP-1974-1 イカれた変人。 SCP-1974-2 ヤンキーの田舎もん。 SCP-1974-1 イワンのアホ。 SCP-1974-2貴様から流れ出していけたらどんな匂いことか。SCP-1974-1 お前さんを流し出せたらどんな匂いことか。お仲間が事務士だけになったらさすがのお前さんも黙るじゃろうにな。SCP-1974-2 貴様なんぞ叩き砕かれてしまえばいいんじゃ。春博士。二人とも、頼むから聞いてくれ。君たちは水が入った浴槽に過ぎないじゃないか。なぜ政治的なあれやこれやを議論するんだ。SCP-1974-1 わしらには何かしらやることが必要だからじゃよ。SCP-1974-2 何事かをめぐった末の、お互い一回限りの同意じゃ。春博士、他に君たち二人は何をして過ごしている？ SCP-1974-1 わしらがお前さんをどれほど嫌っとるかについて話しとるんじゃよ、デブ男が。さ、議論に戻るか。春博士、待ち、SCP-1974-2 よかろ。春博士、おい待て、話はまだ終わってない。それじゃこういうことか。君らは娯楽のためにお互いを罵って政治に関する議論を繰り広げているんだな。で、それに飽きたら私の陰口を叩いていると ?SCP-1974-1 かいつまんで言うとそうじゃな。もし何ぞ言いたいことがあるんなら、はか。春博士、情報ありがとう。またすぐインタビューに戻ってくる。春博士は SCP-1974 との接触を終了し、実験室を退出した。